皆さんこんにちは、アイブチョです。商品紹介をうっかりし忘れた。まあ、ローソンで買ったものがあるんで、紹介していきたいと思います。多分今は売ってないと思いますが、このチョコレートです。じゃん。マジサクサククッキー&クリームです。これが期間限定ですね。たまに、コンビニ見たんですけど、多分これあんまり売ってないかもしれません。しかも期間限定です。サクッと行こうぜキャンペーン。なんとクランキーチョコレートです。これ期間限定ですね。クッキー&クリーム。全体的に見るとこんな感じです。もう買ってからもう2、3週間以上は経ってると思いますね。早速ですが、開けて食べていきましょう。いや、なんかね、もうね、商品紹介ですね。もうないかなと思ったら、まだありましたね。まさかこれがあるなんて、もう記憶喪失ですよね。もう記憶にもしてませんでした。 さあ、どんなクッキー&クリームチョコレートはどんな感じでしょうか。これ破かないといけないか。はい、開けていきましょう。おお、すごいいい匂い。はい、こんな感じですね。クッキー&クリーム。なんかクリームの匂いが本当に強いですね。で、クッキーも細かく入っていますね。さあ、早速ですが食べていきましょう。それではいただきます。クリームとクッキーの相性がすごい合いますね。特にクリームがとても強いです。食感はとてもサクサクしていますね。まあ、あとは食べていきましょう。ごちそうさまでした。はい、クリーム&クッキークランキーチョコレートいかがですでしょうか。まあ、味の感想としてはクリームの味がとても強くて、クッキーもすごいサクサクしていて、全体的にマジサクサク食感がとても伝わっていて、期間限定の味はとても美味しいですね。多分売ってないと思いますが、多分どっかで売ってるかもしれませんね。店舗によっては。売ってるところ、売ってないところは多分あるとは思います。多分売ってるところは多分少ないと思いますね。はい、まあそんな感じで、本日もご視聴ありがとうございました。バイ。